誰？教室の後ろに天そばとか頼んでるの。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラグジュアリーシャンサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、開放的で和風っぽい暇なやつの村に行きたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢を取り寄せるためにインターネットにおつなぎしますわね。はい、暇なやつの村に到着。早速竹が。夢の世界へようこそ。あなたは今、暇なやつのという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の暇なやつの世界をご堪能を遊ばせ。とね、この村はね、紫で敷き詰められて低木が少ない開放的な和テイストっぽい村になってるらしいです。いいね。あ、もう花とかも全部紫なんやね。なんかこの、あ、すげえ、タイルも紫や。この石畳も紫やし、こっちはなんか、絨毯っぽい感じ。全部紫やね。紫はなんか昔から日本では高貴な色として言われとったけど、そういう感じ？もう日本でも歴史のある色ということで。ハッピーホームジャケット。待って、天使の輪か、サンタの帽子か。ほうほうほう。まあ、とりあえず、天使の輪で行こうかな。服は、一通りだけ。黒縁メガネ。はい。で、こっち。これメガホンかな。いやね。でも、誠一さんそこにいるんだ。そこにいるんだ。はい、着替えまーす。じゃーん。こんな感じで。私、今回さ、このサブ村のキャラクターの髪、初めてかな。金髪にしたんやけど、天使の輪にすごい合っとるね。いい感じ。そして、アイスクリーム片手に。あ、この村は、橋の向こう側は全部動物たちの家になっとるって感じやね。橋の手前側が、人のところ。あ、どうも。宮沢。あ、この人が、宮沢村長さん。この村の村長さんね。誰かのために頑張ったかい？何それ、超かっこいいやん。めっちゃかっこいいやん。あ、てかあれなんか、この村自体、こういう周りは全部紫の花とかなんやけど、人の家の周りは結構いろんな種類の花が咲いてあるのね。なるほど。じゃあちょっと、宮沢村長の家にお邪魔します。多分ここそうってことよね。ちなみに、青紫が大好きで村を好きな色で仕上げた暇なやつの村村長さん、宮沢村長さん。フォーマルな格好を好み常に着用している。まあ、さっきのなんか、何の格好って言うんやろ。何の格好って言うんやろ。なんか、ちょっとよくわからんけど、まあフォーマルな格好ね。で、正直暑かったり動きにくかったりと何かと不満もあるらしい。まあ、でも格好自体は好きやったら大丈夫でしょう。みんなで一緒にインドアでのんびりと遊ぶのが大好き。インドア派なんやね、意外と。え、普通にアクティブな感じかと思ったよ、私。で、好きなものにはお金の節約が苦手でついつい使っちゃうとか、ゲーム実況もよく見ててちょっと興味もあるらしい。宮沢村長さん、まさかのゲーム実況を始めるかもしれない。あ、猫の、招き猫ってこんなに種類あるの。これは、あれってこと？リメイクで変えれるってことか。ん？あ、これって、え、なに？手反対向きのやつとかあるってこと？そうなんや。そうなんや。なるほどね。こういう歴史的なものが好きやったりとかするんかな。なんか格好的にもね、昔の、なんていうの、戦艦の艦長みたいな感じじゃなかった？そんな感じの服じゃなかった？確か。あ、もうほら、金庫に収まりきらないような。お金が上に出ちゃってるじゃないか。やっぱお金持ちなのね、村長さんだし。これ旗は一体何のマークなんやろうな。
ね、これ多分さっきあの道端にあったマークもこのマークやった村のマークなんやと思うんやけど、なんかかっこいい。はい、それじゃ左の部屋へ。左側なんだかちょっと怖い雰囲気なんだけど、ここ寝室？まさかの？え、落ち着かない。落ち着かないよ。あれやん、ここさ、ベッドでむくって起き上がったら目の前にさ、甲冑が置いてあるんよね。怖い。怖いよ。あ、しかもはって目が覚めて横向いたらこの鎧たちがいるのか。すごいな。お金持ちはこういう方が落ち着くんかな。え、見て見て見て、コンポケースの中に入っとんやけど。え、こういうこともできるのね。なるほど。あ、左右にいる兵士。これはあれか、宮沢村長を守っているということなのか。君は誰だい。君は誰だい。あれやね、まあ、あの目のとこにつけとるあれのせいかもしれんけど、怪盗キットみたいな格好だね。それで白かったら完璧に怪盗キットだわ。はい、そしてなんかね、入り口入ってすぐはめっちゃ明るい雰囲気やのに意外だった。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あ、奥の部屋かわいい、普通にかわいい。え、ここはもしかしてあれ、あの家来たちがさ、ここで食事を楽しんでて、一応奥様旦那様ここに座って、家臣たちの食事の様子を眺めるという。落ち着かねー。落ち着かねー。しかもこういう洋風な場所なのに、ほら、いるのは、え、和装かと思ったらバスローブだった。独特。でも頭にかぶってるのはね、あれよね、平安時代とかにかぶってるやつだったんじゃない。あ、プレゼントリメイクしたら色かわいいな。ね、めっちゃ色かわいい。この淡い色好き。よきよき。一番上のやつさ、ちょっと2個版っぽくない？色味が。この部屋は全体的にかわいい系やね。それぞれの部屋によって雰囲気が違うんかな、全然。はい、そして、右側の部屋へ。あ、右側は、車庫？車庫なの？車の展示場？一体何をしている？あ、車の販売ってこと？あ、そういうことかな。で、ここに座って車の契約とかをするわけだ。なるほど、なるほど。しかし、お客様のすぐ隣に、販売実績のような、ノルマのようなものが書かれているけれど。なるほど、ここで車を売ってるのね。私どれがいいかな。白がいいな。これこれ、これがいい。なんか明るい色の方が良くない？黒とかより。ってことは、宮沢村長さんは車の販売で生計を立てているということか？はい、それじゃあ2階の部屋へ。あ、2階は、めっちゃ和風だ。めっちゃ和風だ。なんかね、こう、村の外側はなんか和風っぽいテイストの村っていう風に書いとってんけど、なんか、村長さんの家の中が全然、めっちゃ洋風な感じやって、え、ギャップって思ったけど、ちゃんと和風、がっつり和風な部屋もあるんやね。私この席でいい。お寿司やっぱね、やっぱね、お寿司は食べないとね。いやー、いいわー。で、全体的に、和食かなって思ったら、なんか一人、いや、二人かチョコレートケーキを食べている人たちが。ちょっとここに飾ってある写真は一体誰なんやろ。やっぱ村長さんのお気に入り？まるちゃんじゃない？これ。ほらほら。まるちゃん、まるちゃん。お気に入りなんかな。好きな言葉は、猫は3年の恩を3日で忘れる。マジで？悲しい。え、めちゃくちゃ悲しいやん、それ。はい、それじゃあ地下へ。まあ、猫マイペースだからね。あ、地下はコンビニ？コンビニ経営までしてた。素晴らしいわ。素晴らしいわ。店員さん、ちょっと髪色が明るすぎるんじゃなくって？コンビニは髪色が定められてるでしょ？ま、私も違反してるんだけどな。
まあそれはそれはね、オーナーとか店長次第だからね。本部の人に言われなければ。やっぱ最近はこれよね、なんか冷凍食品とかアイスとかすごい充実してるけど、やっぱ夏場になったらアイス売り場がカラッカラになるからね。みんなアイス大好き。ほい、それじゃあ、それじゃあお次のお家はどなたのお家でしょうか。あ、ほらほらほら、金いいよね。ちょっと一回ついてみたいんよね。どうも、そうこちゃん、クララが立った、クララが立ったよ。ハイジ。ハイジのセリフ。もう家もちょっとね、そういう感じよね。はい、そうこちゃんは、そうこちゃんどうした、家の中がボロボロだよ。やっぱちょっと倉庫みたいな家ということなのかしら。お、女の子なのに。ちなみにこのそうこちゃん、漢字で名前を書いたら、相手の愛に子供の子と書いて、そうこって読むらしいです。で、そういう風に漢字を書いて、そうこという名前を読み方をつけられて困ってるコスプレ好きな村民さんらしいです。最近は家の模様替え中にひらめいて、ハイジにコスプレをしたと。だからか。だからクララ。もしかしてあれ？模様替え中だからちょっと荒れてるの？そういうこと？模様替えもうちょっとしっかり終わらせようよ。でもまあ、ハイジと違って山で駆け巡るような活発な活動は苦手。右の部屋には生で好きなゲームやアニメの演奏曲が聴けちゃうコンサートホールまで完備されてあって、まあ立派だこと。ということなので右側、あ、ちゃんとほら、案内札まであるよ。じゃ、この後右側の部屋に行ってみようか。え、コンサートホールまであるような立派な家なの？なんか、入り口入ってすぐめちゃくちゃ荒れてるんですけど。でも一応すごい少女趣味なんだなっていうのはわかるよ。そしてね、マスターハニワがお出迎えしてくれたり。あ、ってことはこれもコスプレ用のってことか。ゼルダ姫の。なるほどね。そういうことだ。じゃ、シンクまでめちゃくちゃぐしゃぐしゃなんだけど大丈夫？じゃ、しっかり洗い物しよう。食事ごとぐらいに。しよう。はい、それじゃあちょっと右側の部屋行ってみようか。でも生で好きなアニメの演奏曲が聴けるコンサートホール、こうやって雇っとるということよね、この人たち。え、すごくない？めっちゃお金持ちやん。え、それじゃあさ、あれよ、掃除もさ、自分でしたい、模様替えとか自分でしたいんかもしれんけど、ハッピーホームアカデミーからちょっと。ちょっと、ね、人を雇って呼んできたらいいんじゃないかな。いや、アカデミーじゃないか。なんやっけ、あれ。ハッピーホーム、なんちゃらかんちゃら。あの、たぬきちのところから、なんでこれ一席だけ空いてるの？どうしたの？ここだけなんかお偉いさんが座るとかそういう感じ？あ、ほら、監視カメラも、クーラーもちゃんと完備されて、お金持ちなんだろうけど、なんで入り口から模様替えを始めて、まだ終わらせていないんだ。入り口入ってすぐのところで模様替えするなら一気に終わらせんかったらね、来客来た時にめちゃくちゃびっくりされそう。はい、そして左側の部屋は、あ、めっちゃ可愛いやん。超少女趣味やん。あれもコスプレかな。魔女っ子や魔女っ子。そしてこの、ハッピーバースデー。なるほど、誕生日のお祝いしよったわけやね。こっちにもハッピーバースデーあるし。誰の誕生日やったんやろ。そうこちゃんの誕生日かな。友達を呼んでいるというのにリビングがあの、あの感じなのね。はい、そして奥の部屋へ。音楽はすごい荘厳な感じの音楽が流れるんやけどね。あ、奥はなんだかすごく寒そう。なるほど、サンタガールにもなるよと。各部屋になんかいろんなコスプレがあっていいね。なるほど、なるほど。あ、氷山まである。寒そう、めっちゃ寒そう。そして、ウェディングケーキが置かれてあって。なんかね、全体的にね、このアイスの家具はめっちゃ寒そうな感じはするんやけど、でも綺麗よね。そして私は、クリスマスツリーは白いタイプのやつめっちゃ好きです。綺麗。普通の緑より。小さい頃白いツリーめっちゃ欲しかったもん、私。これ何？あ、
出前を取ったのね。なるほどなるほど。天そばかな、天丼ではないよね。下そば入ってそうな感じする。はい、それじゃあ2階へ。ん？ 2 階はなんかめっちゃクールな感じやん。ねえ、超クールなんやけど、ここ寝室？え、意外と、どれが本当の倉庫ちゃんなんすか？え、なんか散らかってるけど金持ちで、でもなんか少女趣味な感じなんかなって思ったら、自分がきっとすごく、ね、大事にしているであろう。この寝室はめちゃくちゃクールな感じなんだけど、クール系が好きなの？表で見せてる姿は少女趣味可愛い系の感じやけど、実際はちょっとこういうクールな感じみたいな。はい、それじゃあ地下へ。お、地下可愛い。こういうところであれやね、きっと。え、羽子板、羽子板の存在感。こういうところできっとハイジとかのコスプレをして遊んだりとか、そんな感じなんだろう。しかしここに置いてあるコスプレは蝶々ですね。アゲハチョウだわ。え、でもこのコーディネートめっちゃ好き。かわいい。いいね。なんか花の妖精になったっていう感じ。この場所とも相まって、よきよき。この平和な空気めちゃくちゃ好きだわ。それじゃあ次の家へ行きましょう。そうこちゃんどうも。早く早く終わるといいね、模様替え。はい、そしてん、教会の鐘があるな。でもなんかすごくそういう感じの家には見えないんだけど、これ落とし穴じゃないよね。ああ、びっくりした、違うね。はい、それじゃあお邪魔します。家の中におるんかな、住民さんは。あ、おったおった。どうも、ハコトくん。All come to、ん ?FFWPU。FFWPU って何？ちなみにこのハコトくんは漢字で書くと、まああの、あれよね、普通に箱、ボックスの箱の漢字に、土っていう字で、ハコトくんっていうらしいです。教会と連携して家丸ごと学校を建てて開いて学校の持ち主。家を丸ごと学校にしたんや、すげえ。ってことは校長先生か何かですか？そういう感じ？違う？違う？で、学校を建てる最大資金提供人で、資金提供以降もお金は持ってるんだとか。めっちゃお金持ちってことやね。で、安全には念には念をと注意深いらしく、校内全室の消火器含め安全装置は定期的に自ら専門家を招いて確認する徹底さは有名。まあ、全部屋に消火器大事やね。ちょっとボヤが起こった時とか、まあ、学校でそれが起こるかどうかはわからんけど。通ったらどんなことを教えてもらえるんだろうか。これ何？これなんか下にさ、てん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 ってあるの、なんなんやろ。一瞬カレンダーかなって思ったけど違うんかな。なんか文字が書かれとるってこと？わからねえ。え、トイレこれ。トイレじゃないよね。どういうことなんやろ。ここは、まあ、靴箱ということよね。こう、家入ってきてすぐ、まあ、傘立てとかあって、ここが学校の入り口ということだ。入り口入ってすぐに ATM があるぞ。まあね、あの、大学とかまで行ったら、学校内に ATM は普通にあるけどね。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、教室や、教室。誰？教室の後ろに、天そばとか頼んでるの。どういうことよ。これあれ？もしかして、食べてて怒られたから、後ろに置いてる感じ？じゃあ、後で食べよう、みたいな。休み時間になったら食べる。いや、伸びるよ、天そば。学校の教室には似つかわしくないものが置いてあるな。いや、なんかこういう雰囲気の教室ってすごい懐かしい感じするな。ね、高校ぐらいまでやもんね。大学もこういう感じの教室は多いっちゃ多いけど、でもなんか授業を受ける人数自体がさ、一つの、講義ごとに100人以上とかおるの結構多いけん、こんな小さいギュッてした感じの教室に収まらんもんね。はい、そして奥の部屋へ。あ、ここか、ここがトイレか。なるほどね。入ってこっち側が女子トイレ。
こんな感じね。あ、これはちゃんと掃除用具入れが。はい、そして、こっち右側に行くと男子トイレ。なるほど、なるほど。そういう感じだ。あ、ちゃんとこの個室の方と、こういうね。あ、びっくりした。なるほど、そういう感じだ。なんかあれよね、最近って、こうなんか、ショッピングモールとか、そういうところに行ったら女性用トイレって、あ、じゃ、これはちゃんとやっぱりトイレやったんやね。トイレのマークであっとったんやね。なるほど。なんか女性用トイレって、こう、普通に手洗うところと、本当に化粧とかをする用の部屋みたいなのがトイレの中にあることない？男の人はわからんかもしれんけど、うん、なんかあるんよね。まあ、確かに手を洗う場所で今までみんなね、こうそのまま止まって化粧を直したりとかしよる人多かったんやけど、それをやったらすごい邪魔。まあ普通に手が洗いたいだけの人とかからしたらすごい邪魔っていうことで、まあちゃんとその化粧を直し用の部屋みたいなのがあって、まあ、そこはまあ手を洗う蛇口とかもついてなくって、本当に、なんていうん、こう棚台と鏡だけがバーってある部屋が最近はあるんよね。大学内でもあるもん、女子トイレにそういうとこ。なんか、最初見たときすげえって思った。あ、ここはあれか、音楽室かな？音楽の先生、こういうコスプレちゃんとするんだね。なるほど、なるほど。あ、でも確かに、音楽室はこういう感じかな。あ、そうそうそう、こういうね、壁もこういう感じのなんよね。これってあれよね。あの、防音の壁よね。音楽室の。そしてなんか、教室の後ろの方には、このなんか、なんていうん？音楽家たちの肖像画がかけてあったりとか、なんか音楽室の壁ってめっちゃいろんなものをベタベタ貼っとった気がする。楽器の写真とかもあったんかな、いろいろ。トランペットとか。ふ、通れないかと思った。はい、そして、2階へ。あ、理科室や。なんかこういう風にさ、普通の教室だけじゃなくって、いろんな教室を再現してくれとるのいいね。あ、そういう点で、なんかこの家を丸々学校にしとるっていうのは、いい感じやね。すごい懐かしいってなるもん。理科の先生はまあなんかなんやろ。意外とね、気難しい系よりも個性的な感じの先生が多かったけど、奇抜ですね、頭。めちゃくちゃ奇抜ですね。実験めっちゃ好きやったなぁ。さらっとゆうたろうのランプが置かれてあるけど。アルコールランプ。なんか最近はさ、アルコールランプとか使われてないみたいなの聞いたんやけど、マジなん？もしかしてみんなアルコールランプ知らなかったりする？これ火ついた状態でね、この蓋をそっと閉めて火を消すんよね。アルコールランプ。まあ、なんか倒して、ちょっとなんか机が焦げたりとか、そういう事件はあったりとかしたけど。はい、それじゃあ。理科はね、実験の時めちゃくちゃ好きやったな。はい、それじゃあ、地下へ。あ、地下は、体育館ってことかな？体育倉庫かなって思ったけど、多分、どうなの？体育館ってことでいいんかな？これは。これ多分体育の先生やろ？体育の先生は、ま、やっぱり熱血系の人が多かったな。これはバレエ？そして、ここに点数。これめくるの結構好きやった、私。そして、さっきから言われよる通り、ちゃんと全室に芝かき置いてあったね。はっ。いいね。でも、これ飛び越えるの、私、タイミングというか、なんかよくわからんくってさ、結構外してしまったりとかしよったんよね。この、バーを。そして、卓球。卓球はめちゃくちゃ下手くそやった。そしてあれ、ピンポンがさ、めちゃくちゃ跳ねるやんか。もういろんなところに飛んでいくよね。で、バスケはもう全然できんし。あ、これゴールを決めることも、まあ、そうそうなかった上に、バスケの試合ってなったら、私は基本的に、こう、群れで走っていくよりみんなの後ろをついていくっていう、それだけです。これバレーボールってこと？かな？多分。まあ、確かにこういうなんかカラフルな色のやつあったよね。
なんか壁はすごいコンサートホールみたいな壁やったね。ほい、そして最後の住人さん、なんか一人すごい離れたところにおる。ほい、それじゃあ最後の、あ、ちょっと和風ゾーンな感じ。あ、外は全体的にまあ和風な感じなんかな。どうも。バイトくん。ワンファミリーアンダーゴッド、アンダーゴッド。バイトくん。なんかそのまんまっていう感じの名前やけど。でもバイトくんもちゃんと漢字表記があるけんね。はい、お邪魔します。このバイトくんはね、なんていうん、工場とかの上っていう字に、糸、糸くずとかの糸と書いてバイトくんらしいです。で、家は大きな一軒家でお風呂付きのトイレや、いろんなものが食べられるキッチンはもちろんちゃんと自室もある。まあね、奥の部屋には教会まで作ったらしいが、誰か礼拝には来るんだろうか。マジで奥の部屋教会になっとんやって。なんかこんなね、自然に満ち溢れたような感じやのに。え、めっちゃ和風。めっちゃ和風。なんか体は戦国時代っぽい感じやけど。そして、普段は自室にこもって YouTube を見たりして遊んでると。一番外でいろいろと仕事してるのは彼で、昔はいろんな村へ訪れ、サプライズギフトをしてたという噂がある。お金持ちなのね、なるほど。はい、それじゃあ、奥にある教会手やらを見に行ってみましょうか。お、静江さんの服が。え、なんか思っとった感じじゃない。なんか、ね、よくあるやん。教会。みんな結構さ、飛び漏れで教会作ってる人多いやろ？そういう感じを予想しとったんやけど、なんか予想を、え予想をめちゃくちゃ裏切ってくるスタイルの教会ですね。なるほど。そしてさっきから気になっているこの絵は一体何なの？漫才師なの？漫才師ではないの？何？誰？誰なんすか？そして神父さんかと思えば王様？誰ですか？誰なの？何？なんか司会者的な感じ？司会者がおって、そしてなんかスピーチをしている王様。それでは次、王様お願いします、みたいな感じの。でもなんかあれしかさっき漫才師って言ったやつさ、服装的には右側の人ちょっと宣教師っぽい服装じゃなかった？そういうところでちょっと、教会に繋がってくるとかそういう感じじゃないかな。はい、左側の部屋へ。お、左側はキッチンだね。何でも食べられるキッチン。ここはちゃんと、みんなほんといろんなもの食べてるね。あ、でも、全体的に和な感じ？ラーメンを和と言っていいのかどうかはちょっとわからないけど、中華なんかな。久々にラーメンが食べたい気分になってきた。最近食べてないな、そういえば。基本的にご飯な気がする。さっきからこの子の音、すごく、独特な音がするね。何派にはこの子。はい、そして右側の部屋へ。お、右側はここか。トイレ付きのお風呂。なるほどなるほど。すごいね、仕切りとしてこう絵画が飾られて素晴らしいやん。この絵好き。なんかちょっと神秘的な感じがする。いいね。あ、ちゃんとほら、シャワーと、バスタブ。いいね、いいね。そして結構広いよね。この間が結構空いとるもん。あ、シャワー二つついとるやん。すげえ。それで広いんやね。なるほど。で、こっちがトイレと。私、いつもこういうの思うんやけど、一人暮らしなら全然いいと思うんや。ただ、こう、何？お風呂とトイレが一緒になっとるやつって、家族とか、誰かと一緒に住んどったらさ、なんか誰かがお風呂に入ってる間トイレ行きづらくない？で、誰かがトイレ入ってる時にお風呂も入りづらいし、でもここはな、結構しっかり仕切りがされてあるけん、まああとここに何かしらついたてとか、カーテンとかシャッて取り付けたら、まあいけるかなーとは思うけど、あ、でもトイレの音とかめっちゃ聞こえるね。それはちょっと嫌かな。やっぱりそれはちょっと嫌かな。それがいつもすごい気になっとったんよね。どうしようんやろうと。ほい、そして、2階へ。お、2階はなんかすげえ頭良さそう。
ね、見るからに頭良さそう。博士ですって感じやね。この部屋でなんか作業したりとか、研究みたいなのしよったりするんかな、もしかして、バイトくん。めっちゃ本の虫感がすごいね。いろんな本が置いてあるんだろうな。そしてほら、座る場所が2箇所も。あ、これカウチってこんな色にも変えれるんや。へえ、すごい落ち着いた色になるんやね。あ、もしかしてあれあれ？漫才師じゃなくって、ま、なんかこう、偉い人同士、日本の偉い人と、こう、海外の偉い人が、なんか、会った時の写真みたいな感じかな。なんかよくあるやん、ああいうの。いろんな国のトップ同士がこう、会って、握手して、で、そこを写真に収めるみたいな。そういう感じな気がする。ぱっと見漫才師かと思ってしまったよ。なんか漫才でトップを取った記念かな、みたいな。はい、そして地下はこんな感じ。あ、地下なんかすごい落ち着く感じやね。あ、これが自室かな？これ多分バイトくんの自室やね。こう、ベッドも置いてあるし。まあ、さっきの、なんていうの、図書室みたいな感じのところで、カウチに寝そべったりとかそういうのもあるやろうけど、こういうところで、まあ、ベッドに寝転んで、で、ここね、こうちょっと、なんていうの、座布団を引き出してきて、ゲームをみんなでやったりとか。地下に自室いいな。空気薄かったりせんよね。あ、これは、自分でも実況やっているんじゃないか。ねえ。実況者セットみたいな感じじゃないこれ。マイクも置いてあるし。そしてあれ、音声とかいろいろいじったりするやつやろ？へえ。なるほどね。YouTube 見るだけじゃなくって、する側でもあるのか。ふい、それじゃあお邪魔しました。ということで、ということで、あ、どうも、バイトくん。なんでそんなところにいるの？ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださって、お、ちょっと待って。とりあえず広場にたどり着きたい、私。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。アイスはちょっとちゃんと食べておこうね。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、全体的になんか、色合いとかはなんかなんやろうな。私的に勝手に江戸時代とか、平安時代とか、なんかそういう感じを想像した。でもすごい綺麗な感じにまとまりがあってね。